IOIO1931 年5月19日タイは日本の美術家。1960年代のフルクサスに同運動の国際的な活動の初期から関わった。虹のアーティストとして知られている。多摩美術大学美術学部客員教授として教えていた。茨城県ゆく郡多摩玉作町出身。1961年、小野陽子が ジョージマ・チューナスに紹介し、1963年にフルクサスに加わった。フィンガー・ボーキサという一連の作品とフルクサス時代のイベントで有名になった。ジョージマ・チューナス、エメット・ウィリアムス、ディック・ヒギンズ、ナム・ジュン・パイクと親密な関わりの中で仕事をした。フルクサス以前、A 級が創設したデモクラアート美術家協会でキャリアをスタートさせた。 同協会は芸術的自由と独立を美術制作の世界に推進した。このことの愛をへの影響は、ラージ X を描いた彼の初期の一連の作品に見出される。なぜなら彼自身がまだまだオリジナルじゃないものだと考えている作品だからだ。日本にはデモクラート美術家協会に近い別の独立的運動が存在した。収集家、久保定次郎の 創造ビークがそれだが、美術教育における自由の育成を推進した。創造ビークのアプローチはナチュラルに素朴派の形式を推進し、久保は社会における美術収集を広げるために小コレクターの会を推進している。この両運動が福井県と愛王を得意に結びつけた。ありがとうございます。